定期検査と並行して取水用モーターのオーバーホールも丹念に行われています。発電時には毎秒2リットンの海水が冷却水として使用されています。毎秒2リットンの水量がある川は日本にはありません。そこで海の水を利用するため、原子力発電所は海の近くでなければならない。この海からの冷却水は使われた後再び温水となって海へ放流されます。放流された水に果たして放射能汚染の心配はないのでしょうか。アメリカではこの排水によって生物が生活している様子、つまり生態系が変わってしまうという温水公害が問題になっています。アメリカの場合、川や湖に排水され、日本では全てが海に排水されるので、そのようなことは心配ないと言います。おめでとうだ、ごらっと黒ライトいられば2000、2500円か、2000円。